デロリアン。デロリアンは、映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズに登場する、車型タイムマシンの通称である。このタイムマシンのベースとなっている、実在の自動車、DMC-12 については、同車両の製造メーカーで、タイムマシンの通称の由来にもなっている、デロリアンの功を参照のこと。エメット・ブラウン博士、クリストファー・ロイド、以下、毒が、自らの愛車。 DMC-12 を改造して製作したタイムマシンである。ドクの発言によれば DMC-12 が改造のベースに選ばれたのはステンレスボディがタイムマシンにとって好都合なことと見た目のかっこよさが理由だったようである。デロリアンは1985年10月26日に最初のタイムトラベルに成功し、 最後のタイムトラベルで1985年10月27日に到着した後、貨物列車と衝突したいは喪失した。したがって、スタート時点の時間軸から見れば、完成から2日ほどしか存在しなかったことになる。一方、デロリアンから見た時間軸では、70年以上存在していたことになる。1885年から1955年まで。 灰に隠されていた器官が大半を占める。ちなみに、デロリアンは1955年11月12日に4代存在していたことになる。1代目は、マーティと1955年の毒クが落雷を利用して1985年に帰還させようとしている、デロリアン。2代目は2015年のロー、ビフが若き自分に年間を渡す時に使用した、デロリアン。 三代目は年間を取り戻すためにマーティとドクが使用したデロリアン。四代目は1885年から廃坑に隠されていたデロリアである。タイムマシンとして機能させるために必要となるのが速度と電力である。時速88マイル、約時速140キロメートルで走行、または飛行しているとき、次元定位装置へ1.215ワットの電流を流すことにより、 時空を超えることが可能となる。なお、タイムトラベルした際に出現する場所は、時空を超えた地点と同じであるため、過去、または未来に建造物や道路が存在する場合、それらに衝突するなどのトラブルに見舞われることもある。この特性のため、マーキとドクは三部作のほぼ全てにおいて窮地に陥っている。時速88マイルまで加速するためには、長めの直線道路が必要になるが、 2015年にタイムトラベルした際に飛行機能を取り付けたことで、この問題は解決する。タイムトラベルの瞬間、デロリアンは先行を放ち、地上、または空中に、炎のタイヤ跡を残す。目標時間への突入時には、多少の衝撃を伴う。また、タイムトラベル先の時間に出現する際には、3度の先行とソニックブームを伴う。当初のデロリアンは、 タイムトラベル直後に車体が極低音の氷に覆われた状態になるが2015年での改造後には付着量が減少する。英語名フラックスキャパシタータイムトラベルを実現するための装置である。Y 字型に配置された3本の光るチューブが中央 30cm 程度の配電ボックス内に収められた構造になっており運転席と 助手席のヘッドレストの間に取り付けられている。作動させるには1 2 1ットギガワットの電力が必要である。デロリアンを加速させ、時速88マイルに到達すると、発電装置からの電力により作動し、先行を放つ。毒は1955年11月5日に、トイレで転んで頭をぶつけた際に、次元定位装置の着想を得る。 その直後に1985年からやってきたマーティと出会うことで着想の正しさは証明されるが実際に装置を完成させるまでには約30年の歳月を要した時間表示器タイムディスプレイと入力機器キーパッドからなる時間設定用の回路運転席の右側に設置されたスイッチにより起動する時間表示器は3段で構成されており上から目的時間 現在時間、前回の出発時間が表示されている。目的時間に、月、日、年、時、分を入力して設定することにより、意図した時間へのタイムトラベルが可能となる。日本製のマイクロチップにより、回路を制御しているが、パートに終盤の落雷による、過負荷のために破損し、1955年において、代替部品となる、真空管などを用いた装置に交換される。 前述のように、次元転移装置を作動させるためには膨大な電力が必要である。そのための電源供給装置として、以下の3種類のものが使われた。なお陸上走行には、通常の内燃機関エンジンが使用されており、燃料はガソリンである。2015年において、一般的にサービスが提供されている、既存の旧型車を後付で飛行、ホバーさせるための改造である。 飛行のための燃料にはガソリンを使用するようである。ドクが2015年へタイムトラベルした際、デロリアンを飛行可能にするためにホバーコンバージョンを行っている。制御がタイムサーキット同様、マイクロチップによる制御と思われる。デロリアンに取り付けられたナンバープレートはカリフォルニア州のもので、当初は大立ち目となっていたが、 毒が2015年から1985年に帰還した時点でバーコードタイプのものに取り得られている。その他、通常の DMC-12 からの改造点として以下のようなものがある。デロリアンは主にその時代で利用可能な技術でタイムトラベルを行うために何度か改造されている。1985年の技術で作られた当初のデロリアン。 タイムトラベルに必要な電力を得るためには、プルトニウムは不可欠であり、毒は北アフリカ、リビアの過激派からプルトニウムを騙し取っていた。初期型であるがゆえ、エンジンがかかりにくかったり、タイムトラベル後に、車体全体が極低温の氷で覆われて、素手では触れなかったりと、少々面倒な点が多い。雷の電力で、 タイムトラベルを行うために改造されたデロリアン。ダッシュボードの上に目覚まし時計、落雷のタイミングに合わせてデロリアンを加速スタートさせる時刻を知らせるためのものが置かれ、後部にフック付きのポールが設置されている。改造ではないが、歴史が変化したことにより常実とは違う形で完成したデロリアン。マーティがタイムトラベルしたことにより、 ドクは1985年に自分が殺害されることを1955年の時点で知ることになる。これを回避するため、ダッシュボード下にエンジン指導用の隠しスイッチがり付けられている小説版での設定。ミスターフュージョン、ホバーコンバージョンが取り付けられた最も高性能なデロリアン。ドクの発言によれば、デロリアンをタイムマシンにするために施した改造のいくつかは、 2015年の法律に違反している小説版での設定。1955年で入手可能な技術でタイムサーキットを修理したデロリアン。1955年に毒を乗せて飛行中のデロリアンが落雷を受け、タイムサーキットの誤作動により1885年にタイムトラベルする。落雷によりタイムサーキットとホバーコンバージョンが故障した。毒は 修理を試みるも必要な部品が1947年まで発明されないことが判明したため断念し、デロリアンをデルガード鉱山の廃坑に封印する。同時に1955年当時に入手可能な真空管などを使った修理方法を手紙に記し、取り残してきたマーティアに届くよう手配する。1955年に手紙を受け取ったマーティは、 封印されていたデロリアンを発見、受け取ったテガミット1955年の毒の協力により、デロリアンを修理する。落雷でショートしたタイムサーキット制御用の日本製、マイクロチップに代わる新しい装置は、デロリアンのボンネット上に取り付けられた装置自体は木の板の上に乗っている。なお、ホバーコンバージョンは修理不可能だったようで、デロリアンは空を飛ぶことができなくなり、 再び路上走行で時速88マイルまで速度を上げる必要があった。この部品乾燥により、閃光や火花の発生が時速88マイルよりも前に作動するようになり、閃光のビジュアルも変わっている。蒸気のほか、70年間の経年劣化によりボロボロになったタイヤ、グッドイヤー製がホイールと合わせて1950年代のホワイトリボンタイヤに交換されている。 さらに、西部開拓時代の未舗走路を走行するために車高が上げられている。なお、デロリアンのボディはステンレス製のため、錆びることはなかった。線路を走らせるための車輪が取り付けられたデロリアン。1885年到着直後、マーティを乗せたデロリアンは、先住民の群れに襲撃され、逃走中に燃料タンクに穴が開き、燃料漏れが発生。 さらに逃げ込んだ洞窟の中でマーティはガソリン漏れに気づくが、その場にはクマもいたため丸腰のマーティはすぐさま逃げ出さざるを得ず、ガソリンを失う。1885年ではガソリンの入手が不可能だったため、アルコール度数の高い酒で代用を試みるが、燃料噴射装置、インテークマニホールドが故障し、デロリアンは自走不能になる。そこでドクはデロリアンを馬に引かせたり、 斜面や氷上を走らせたりして加速する方法を考案するが、いずれも現実的な方法ではないため、車輪を線路用に交換し、蒸気機関車で押すことにする。この時取り外されたゴムタイヤ1955年使用は、機関車とデロリアンの間の干渉剤として使用され、当時の技術でも蒸気機関車に必要な速度を出させるのは困難を要したが、 本職の機関士から情報を得るなどして毒は、貨車や客車をすべて切り離し、できるだけまっすぐな線路を走り、加速剤として、焚き木の他に、毒が経営していた鍛事屋で使っていた、強化燃料3本、木くずと無塩炭を長時間かつ高温で燃えるように、化学処理したもの。緑、黄色、赤の順番で、それぞれ一定の温度に達すると燃料に転化し、小さな爆発を起こす。 ただし赤は、摂氏2000度に達した時に点火し、ボイラーが爆発する、危険性をはらんでいるを、過失の中に入れて持つという案を生み出す。同時に、途中の線路脇にある風車小屋を通過するまでに、ブレーキをかければ、当時まだ佳境されていなかった線路の末端で停止できるということを保険にし、列車、 蒸気機関車を強奪する荒行をした末でロリアンは1985年に戻ることには成功するが、100年後には過橋されて、使用されていた線路に到着したため、直後にやってきた列車と正面衝突し、完全に破壊される。まず、タイムサーキットの電源を入れ、行き先時間を設定する。タイムサーキットの表示は3段になっており、上から、行き先時間。 赤色表示、現在の時間、緑色表示、前回タイムトラベルした時の出発時間、小説によると、最終出発時、黄色表示が表示される。行き先時間は、月、日、年、時刻の順に天気から入力し、天気左脇の決定ボタンで決定する。その後、88メートル PH。 約時速 141.6km まで加速すると次元転移装置が作動し、デロリアンは時間を飛び越える。なお、タイムサーキットのスイッチ類はシフトレバーの近くに配置されているため、シフトチェンジの際に触れてしまうことがある。この場合、意図せずタイムトラベルしてしまうことがあるので注意が必要である。事実、マーキとドクはいずれもこのミスを犯している。 陸上走行時の操作方法については通常の MT 車と同様と思われる。空中飛行時の操作方法については不明である。少なくともステアリングとシフトレバーは使っている。映画制作当初、タイムマシンは冷蔵庫を改造したものになる予定だったが映画を見た子供が真似をして冷蔵庫の中に閉じ込められてしまうことを懸念し、取りやめられ次の案としてアクロも 走行可能な戦車のようなタイムマシンも検討されたが、DMC-12 のムックステンレスボディとガルウィングドアを宇宙船と間違えるというジョークのために乗用型タイムマシンとなった。なお車両を製造したデロリアン社は立ち上げ数年で倒産し、代表モデル DMC-12 も品質が低く、車両性能は平凡といったマイナスイメージは、 アメリカ一般庶民も知る話で、トヨタハイラックスを欲しがる、主人公との対比としての80年代アメリカの地位低下の揶揄ともなっている。映画の公開前特番で、主人公マーティに扮したマイケル・ J ・フォックスは、デロリアンと映画タイムマシンに登場したタイムマシンを並べ、今時のタイムマシンと紹介した。当初、撮影用に用意された DMC-12 は3台。 映画三部作を通して最終的には計7台が使用された。それらは撮影目的ごとに外装または内装のみあるいはカメラを入れるために天井を切り取るなど改造が施された。撮影終了後、1台はスティーブン・スピルバーグが別の1台はイギリスのバンドバステットのメンバーのジェームス・ボーンが所有している。 デロリアンが列車と衝突してバラバラになるシーンは、衝突専用の DMC-12 が新たに制作され、分解しやすいように車体のボルトをすべて外したり、内部に切れ込みを入れ、衝突時には車内から爆発させて撮影された。その際、列車が脱線しないように内部のエンジン等の重機材は外されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。